未来真っ暗、うん、お先真っ暗っていうのはすげえ前向きな言葉で、真っ暗なんだよ。どこがいけないんだよ。その中にすっげえ誰も見たことのない、どんなに勉強したって分かりっこない素晴らしいもんが隠れてるかもしれないじゃん、うん、真っ暗ってことはいいね。みんな平等で。